メリークリスマス。メリークリスマス。いや、今年もこうやってね、はいはい、終わってきますね。そうだ ね、 ね、クリスマスツリー出さなきゃね。ああ、遅いでしょ。遅い。今日でもうしまえばいいんだよ。今日でしまえばいいんだよ。大黒スタイル。なるほどね。ずっと出しっぱなしで。出しっぱなし。まあそれでもいいかもしれないね。あのひな人形と違ってね、別に、あのね、なんかペナルティないもん。ない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 。そういう悪いことないです。あのさ、クリスマスのさ、プレゼント。子供の時さ、どんなの？いや楽しみだったんだよ、ね、本当に楽しみだった、うん、あ、チェス版をもらったこともあるな。あとは本棚をもらったこともある。本棚はかなり実用によってるものだね。家具だね。スケールはでかいけど、うん、かといってなんかこう子供らしくはない。なそれ買ってもらって普通に家で買う。本当だよね。よくわかんないな。人それやっぱうちなんかいろんなうちにそれぞれのさ、あるある、クリスマスサンタさんっていうのはいろんなうちにはちょっと癖があるね。そうだね、うん、私ね、うん、子供の時ね、うんうん、コロボックルお願いした。あ、それは本当に無理があるね。サンタさんね。サンタさんって何でもやっぱね、うん、やっぱ魔法だから。そうだよね、何でも OK。 コロボックルってだってあの小人でしょ。小人でしょ。小人ので実際に何が来たの。実際はね、多分ね、なんかガラス瓶に入ったお菓子だね。全然違うね、うん、俺はね、あのね、やっぱあの子供の時ね、うん、あのもうその時、うん、もうポニーが欲しくて、うん、もうポニーを頼んだことあるね。もうちっちゃい馬に乗りたい、もう、うん、馬に乗りたくて、可愛い馬がうちに来て欲しくてさ、うん、ポニーを頼んだ。サンタさんだったらね。そう、サンタさんだったら、うん、このね、誕生日プレゼントとかでは無理だけど、うん、サンタさんだったらと思ったけど、うん、何が来たの。あのコアラのぬいぐるみが、うん、あ、そっか、来ましたね。だいぶちょっと、ね、はいはい、コンパクトに。そうだね、皆さんどういうクリスマスをね過ごしてますかね。良いお年を。ハンバートでした。